は本当に学ぶことって言ったらなんかおかしいな話かもしれないけどなんか気づきがたくさんあった感じでした。やっぱりこうみんなにあのイベントこうだったよとか、あれがって言ったらなんか変ななんかすごいこれこれこうですごい引き込まれたよみたいな なんかそういうさなんか感想をちょっとでもこう言っていただけると私もなんかこれからあじゃあこうしようとかじゃあ次はこういうことに挑戦してみようとかあ私はこのままでいいんだみたいな自信がそうついたりとかなんか本当にねたくさんの方からいろんなお言葉をねいただけるとね、うん、活力になるしやっぱね元気になるんだよねやっぱ元気になるんだよねうん、ありがたい本当にいつも貴重なお時間を私にくださってありがとうございますありがとう。まあいろんな方がいるからさすごいこうわーっていっぱい喋りたい方もいればちょっとおしゃべりが苦手だけど会いに来たよって方もいるしもうただ内容とかも関係なくよくわからんノリしかしない人もいるししないやつもいるしようわからん会話しかせんやつもおるしまあまあまああのいろんなねキャラの方がいて面白いですよ本当に、うん、こんばんはいや活力になるお話し会はまた来てね初お話し会楽しかった。私も楽しかったよ。4月に初めましてしに行きたい。おお待ってます。待ってるぜ。4月多いからねおしましも全然できる日あると思う。うん、また何かあった時にちょっとなんかああいこじにちょっとこういうこと言いたいなって思ったら来てくださいいけたら行けますってそれ行かないやつじゃないですか来ないやつじゃないですか。坂道 FC さんありがとう。ギフトガントチャートさんプリズムさんユウさんありがとう。ギフトありがとう。ウミガメさんありがとう。カタカナのタカさんありがとう。ネタウリンさんユウさんヒゲメガネさんセイちゃんギフトありがとう。ダースウミガメさんズーミンさんソリオさんガントチャートさんカタカナのタカさん深緑さんクジマサさんアッチャさんギフトありがとう。お腹すいた。ソリオさんありがとう。坂道 FC さん好きたくさんありがとう。アナブンさんありがとう。怒られに行こうかな。怒られに来るの？怒られに来るんで
ですか？ご飯食べたい。てかさ、今日さ、なんかあったかいなって思ったんよ、異常に。こんばんは、来てくれてありがとう。アイコジって言います。なんか今日異様にあったかいなって思ってさ、お昼前おかしいなって思ったら、やっぱ雨降った。おかしいなって思ったんよ。こんばんは。あとさ、あーそう、私花粉症じゃないから全然花粉症の方の辛さがさ、もう申し訳ないぐらいさ、もう分かんなくて。だけど花粉症の人は本当にくしゃみとか、あとメンバーにもいるんだけど、なんかこう辛そうにしてたから、なんかかわいそうだなと思ってめっちゃ他人事なんだけど、かわいそうだなと思って見てました。大変だ。2日後に1日店長、3日後には発売イベント。そうなんですよ、イベントが目白押しで、すごい本当に。14日が TSUTAYA 渋谷店で店長したら、次の日川崎、ラゾーナ川崎でアイドルアイコがラゾーナ川崎に舞い降りてリリーベして、そこで16人揃って初めて披露ですよね。お、ひげメガネさん、タワーありがとう、ありがとう。ありがとうです。嬉しい。そうで、15がお仕事があるんですよね。15は収録系のお仕事があって、で、違う、16だ、16にあるんだ。15はリリーベで、14、15イベントあって、16次の日が収録あって、で17、18はあれか、そうでって感じですね。でその次の週も、その次の週はアザージャケットサイン会がある。アザージャケットサイン会があって、あ、その前にあれがある、丸亀じゃない香川だかえ、でも丸亀やなかったっけ。香川でリリーベア瀬戸内巡りあって、その次の日にアザージャケットサイン会あって、でその次の日にあれがあって、え、そうやんな、丸亀やんな、そうやんな。そうで、で24日がネクストアイドルフェス、ネクストアイドルジェネレーションフェスみたいなやつですよね。で。その次が直接会えるお話があって、でその次の日が STU 祭りがあるわけですよね。
おお、いろんなものが詰め詰めですね。詰め込まれてある3月。うん。アザージャケットサインはまだまだ受付中です。当日まで。開催される22日まで受付されてます。よかったらゲットしちゃってください。お願いします。ウリン茶草新一さん、ひげめがねさん、ウォニさん、カタカナのタカさん、坂道 FC さん、クジマサさん、ウォニさん、ガントチャートさん、ギフトありがとう。ぷっぷぷっぷっぱー、プリズムさんありがとう、ギフト。パッ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 パーパッパッパー、申し込んだ。お、ありがとうございます。こんばんはね。本当にいろんなイベントに出させていただくんですけれども、皆さんついてきてくれますか。ちょっと待って、ね、手持ちだからこれできるかな。スケッチブックを、スケッチブックがない。ここにある。ちょっと待ってくださいね。違う場所、君と巡り合って、僕は楽になひげめがねさん、タワーありがとう。うん、ありがとうございます。はい、では15分経ったということで、今日はこれで終わりたいと思います。ほい。13位ズーミンさん、12位ソリオさん、11位アッチェさん、10位プリズムさん、9位ウミガメさん、8位クジマサさん、7位オニさん、6位世紀末の人間さん、5位ユウさん、4位カタカナのタカさん、3位ガントチャートさん、2位坂道 FC さん、1位はひげめがねさんでした。それでは今日も本当にありがとうございました。また明日月曜日頑張ろうね。じゃあね。
おやすみ。